ロスピのねイベントは全然やってない。今 1-0 で勝ったで。はこれ勝てるわけねえじゃん。こんな世界ランク、世界ランク1904位、都内1904位でもすごい方だぞこれ。世界1904位って、世界1904位の実力保持者にマナブさんが挑むということですね。お願いします。先着で勝ち取れれば対戦しましょう。あれあれ1900ないから俺アウト1個取っちゃったぞ。これだけでも俺誇りなんだけど、勝った気分なんだけど。あ、もういいよ、アウト1個取ったらもう実質俺の勝ち。え、勝ちでよくないこれ。もうリタイアしようか俺。このまま勝ち逃げする？ワンアウト取ったからウェーっつって。あれ？あれ？ああ、まあさすがにね。さすがにね。さすがに1900ないですからね。そりゃあまあそう簡単にね、いかないでしょうけれども。ワンチャン勝てんじゃないこれ。ちょっと落ちないフォーク投げてみようぜ。おほほ。あ、でも千賀だ、終わったわ。千賀やん。あれこれ勝てるぞこれ。いや、あれ、え、ミス出たよ。そうスタート切ろ。ノーマルはあかん。オッケーオッケー、戻れ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 、うん、盗塁失敗よりマシ。うわー詰まった、落ちるか。あさあ今のちょっとタイミングだね、今のはね。抜けろ、よしスタンド行け、よっしゃー。ちょ代打行っていい？俺右の方が打ちやすいんで。レアード、よし、パワー来たよ、パワーパワー系来たよ。安田に代打を出すっていうね。1イニングずつ変えていこうかな。沢村さん行こう、ここで。うわ左中間持っていかれる、長径でよかったね。やっぱり勝てないか1900位には。きついか、ゲッツゲッツ、なんで取んないの。正午ゴールデングラブの見せどころ、ゴールデングラブの見せどころでしょ今。ああ行かれた、1点先制されました。うわ外来た、いやロッテの外、え外こっちじゃないの今。守ってなきゃおかしいよ、外は、外はこっちで守ってなきゃ。今ファーストの守備についてなきゃおかしいんだよ俺。なんか打たれたし、ちょっと交代ですね。いや大谷まで行こう、大谷を抑えたい、大谷を抑えたいです。これ来たんじゃね？はい、三塁ランナータッチアップ。よし、沢村さん、大谷を抑えたことで満足して交代だ。ここで押すな行こう。ここで押すな行こう、押すな連投。ライトへ岡本和真、荻野取れない。これ5試合目なんですけど、現在1勝3敗です。今来た方にお伝えしておきます。現在1勝3敗です。うわあ！オスナ攻略されてます。やっぱ無理ですわ。これは取れる、これは取れる、これは取れるって。オッケー。7点も取れるわけないでしょうが。相手ピッチャー千賀だぜ。ほい。嘘でしょ？和田やん、もうあの中日の和田が、の甲子園でホームラン打ったばりに今弾道低かったけど、和田やん。だ作戦としてはもう先行で最初に点取るしかないよ。これは取れんじゃね？ああ無理。これ 10-0 っすね。これ 10-0 になったから、これさすがに、さすがにこれは、はい、まだ強制コールドはありません。オスナ次打たれたら交代ね。うえー
作戦できないんだけど。え、ずっと押すなでやれってこと？いや、そりゃかわいそうだって、さすがに。敵だからってさすがに。オスナのあのソフトバンクだからってさすがにかわいそうだって、それは。え、何、10点以上取られると作戦できなくなるの？ピッチャー交代できなくなるのこれ。ちょっと待って、あの体力を見てくれ、体力を。体力、これこそお前 オールブラックスだぞこれ。ねえこれさ、なんでタイムできないの？ここへ来て本領を発揮してきましたこの方。取れんじゃね。ホームラン以外が唯一の希望なんですけど。いや、もう勘弁して、もう勘弁して、お腹いっぱいだけどね。変えられないのよ、俺変えたいのに、変えようと思っても変えられないのよ。ちょっと一回さ、だよね、ストレート158キロじゃん、投げてみるとね、ぶっ壊れです、完全に。オスナ先発以上に投げてるよ。ボール球使ってきゃいいんだ。この辺にチェンジアップとかどうよ。よし、よし、よし。っていうか、なんで世界ランク1900何位が俺の視聴者にいるんだよ。そこが疑問だわ。16対0超えちゃったね。は？超えてねえし、まだ攻撃あるし。攻撃で2点取るやいいんだし。こいや、攻撃で2点取るやいいんだし。16点差じゃなきゃいいんでしょ。え、代打も使えないじゃん、これ。山口もそのサードゴロね、よく見るよ。おし、落ちんじゃね？はい。はい、これ2点取れるね。うん。多分今、だって見てみ？外野席とか。まだパンパンだよ、ロッテファン。応援してるよ、みんな。ほら。ね？やっぱ応援の力って大事ですね。うん。17対1でもこんなに満席なんだぜ、外野席。やっぱロッテファンは熱いぜ。ああ。何この終わり方。世界ランク1900何位の方との対戦でございました。これはちょっと後日動画にさせていただきます。だって1回の表0点だからね。無失点よ。一応許可が必要かなと。は？また強いやつ来た。リボン持ちすぎの人やん。リボン持ちすぎな人来たんだけど。大チャンネル視聴者プロスピ率高くね？プロスピガチ勢率高くない？次、500位？500位？世界ランク？世界ランク500位？さっきの人より上。まあでも俺、あ、違う、先行だから、これ5点取って終わりだ。5点取ったら終わりだ。ちょっと待って、なんでこんなレベル高いの？いやでも、ローキだからワンチャンストレートで押せる説はあるぞ。はい、そんな甘くないですね。だってストレートで早いんだから、タイミング。ローキ、危ない。この対戦相手はランキングでも結構見るかも。すげえなー、レベルがちげえよ。プロスピの仕事来るで、多分。普通に。ああ。プロスピの仕事来るで、世界大会。来てんじゃないの。ちょっと待って、なんでこんな、いやまたオスナ行く。またオスナ行くか。ローキこれ打たれたらオスナ行こう。だって今の打球で余裕でさ、センターのフェンスまで行くわけでしょ。もうあと2点取られたら交代。あ、交代じゃない、負け。何勝何敗？今1勝4敗だよね。これで1勝5敗か。もう負けは確定してるんで。おー、飛ばすね。ライト前ヒット、ランナーたまる。だって元押しだからね。はい、三塁線抜けていきました、4-0。最後ぐらいなんかスクイーズとかでさ、点取ってよ。
そうじゃなきゃ面白い、おもんないじゃん。お、見逃してくれた。ちょっとはエンターテイナー平野義久系かな。なるほど、この配信を見ながらやってましたね。いやでも時差があるから配球はわからないはずよ。